相手をこう尊敬して相手に頭を下げて、それで相手と距離を持って敬意を表する、こういう日本本来の文化、本来の武道、もちろん日本式のこういう、お辞儀をすればコロナはうつりません。なぜならば相手と距離を離しています。手の接触もありません。したがってコロナ対策にも最適です。日本の場合は昔は3種類ありました。このようなお辞儀、それから帽子をかぶっている場合は帽子を脱ぎます。帽子を脱いでお辞儀をいたします。もう一つ、軍隊などでは帽子かぶってますから、その場合は敬礼をします。敬礼も陸軍は水平、海軍は垂直、こういうふうにやり方がちゃんと決まってます。昔の日本の良き文化、それをもう一度このコロナで考える、本当にいいチャンスだと思います。皆さんもよく考えてください。